SA318 に搭載されたアスタゾーアスタゾーはフランスのチュルボメカが開発、製造する、成功したターボプロップエンジンとターボシャフトエンジンのシリーズである。1957年に最初に運転された。原型は重量が 110kg、回転数が4万 rpm、出力が 240kW ある。 150回の試験の後1961年5月29日から運行に利用された。開発技術者は G ・スポーラーである。小型軽量で信頼性に優れていたので西側各国で広く使用された。名称はピレネー山脈の頂に由来する。単純型がアグスタによって生産されたチュルボメカアグスタターン230である。 ヘリコプター用に原型となるアスタゾをもとにアスタゾ E や派生機種が開発された。1993年の時点で2200機が生産された。2007年の時点においてまだ生産が継続していた。しかし、初期に搭載していた多くの航空機はすでにより強力なエンジンへ更新された。アスタゾの基本的な設計は 単軸式で2段式圧縮機で1段目が、軸流式で2段目が、ラジアル式だった。燃焼機はアンニュラー式で高温ガスは3段式のタービンへ送られる。最大回転数は 43,500rpm に達する。出力タービンは、吸気口の前に減速歯車を備え、減速されたプロペラの回転数は1、800、2、080、2、200。 または 2400rpm、またはヘリコプター用では 6000rpm である。エンジンの制御はそれ自体が自動的で、パイロットは回転数を設定することのみを必要とする。アスタゾー X は第2の軸流圧縮弾を備える。これはポテ840に搭載された。アスタゾー14とズビーは同様に、 ロールスロイスチュルボメカインターナショナルによってそれぞれ、AG14 と AG16 の名称で販売される。アスタゾー2イ a 3 c 2 n 2 x 1 4 b f 1 4 h m MAX アウトプットキロワット390390480465440440。全長ミリメートル18101427。 501433、50191214341470 50,、1474。直径ミリメートル460。全幅ミリメートル516483520、500、460。全高ミリメートル560 50 50,、508、623、50565、570。 重量キログラム1 2 3 1 4 0 250、320、860、160。空気流量キログラム S2、5。圧縮広く17、5。ありがとうございます。